ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われせ姫君、続きやっていきたいと思います。今回はコメント2つ。キラーマグナムさんからのコメントです。はじめまして、マグナムと言います。実況動画を見てて思ったのですが、動画を投稿したいと思ったきっかけはありますか?というコメント。いただきました。自分が投稿するきっかけとなったのは、ゴーマンさんっていう方の遊戯王デュエルモンスターズ封印されし記憶っていう実況プレイ動画を見てからですね、へえ、こんなのがあるんだっていう風なことを知って、やっぱりそれかな。実況動画っていうものを見て、ああ、楽しそうって思って、やっぱり投稿したっていうのがきっかけですね。はい。そのゴーマンさんっていう方はもう引退されちゃってチャンネルもないんですけどね。まだまだ記憶にバシッと残ってるのは、こりゃ面白いなと思って見てました。やっぱそれがきっかけです。はい。もう一つ行きましょう。アンヌ・ソフィーさんからのコメントです。だいぶコメントをちょっとカットさせてもらうんですが、いつも動画楽しませていただいております。ドラクエ8、思っていた音楽とちょっと違ってあれって思うことがあります。ドラクエワールドの雄大さが引き立っていていいですね。PS2 の時と DS の時とはどっちがいいですかっていうことですね。どちらの方が好きとかありますかっていうコメントなんですが、ちょっとね、PS2 の時の BGM が頭の中に出てこないんですけど、でも、やっぱ、オーケストラ版の方が好きかな多分だけどね。多分聞き比べたら自分そう言うと思います。はい。さあ、じゃあ行きますか。行きますかって、もう始まってるけど。主人公が押してもびくともしない。こいつは、実になんとも、頑丈そうなもんでガスな。一体、この先に何があるってんだか。だが困ったな。この門と来たら押しても引いても開かないじゃないか。じゃあ持ち上げてみましょうよ。せっかくここまで来たってのに引き返すなんて、なんとかならないもんかしら。トーポ?みんな反応薄いだろ。えーってなんなきゃ。おっさんいつの間にってヤンガスやってくれないとね。よく来なさったな。ここは人と竜、二つの姿を持つ種族、竜人族の住む里じゃ。わしは竜人族の長老が一人、グルーノと申す者。この里でのお前さんたちの案内役じゃ。何せこの里を人間が訪れるのは何百年ぶりのことじゃての。我らの中にも人間を見て驚く者がいるじゃろうから、わしが付き添おうというわけじゃ。窮屈なこととは思うが、まあ我慢してくだされよ。グルーノさんの髪型にご注目。ちょっと言うの遅かったけど。これはどうしてこんなに荒れ果てておる。わしが旅立った時にはこんなでは。何百年前って言ってましたから、賢者たちの時代かな、多分。に、かつて人間がここに足を踏み入れてる。ではないか。ではないな。さっきの途中にあった墓かな、あっちの方かな。エルトリオって言ってたっけかな。あの人が多分人間なんだろう。その生命力を少しずつ奪われ続けている。どうしてこんな災いを呼び寄せてしまったのでしょうか。竜神王様、竜神王っていうのがやっぱりいるんだね。海王神的なノリかな、多分。美味しいミルク、美味しいミルクもう使わないだろうに。いやー、メダルありがてえ。おのれ、どうしてこの里に人間が入り込んでいる。わしがこんな体でなければ今すぐ竜となって叩き出してやるのに。やれやれ、
寝込んでいても人間嫌いは相変わらずのようじゃな。お前はグルーの、さては人間たちを里に招き入れたのはお前だな。この竜人族の裏切り者め、お前がそんなことだからお前の娘もあんな過ちを犯すのだ。過ちか。本当にお前さんは相変わらずだな。さあお前さん、こんな石頭のことはほっといて、どこかよそへ行くとしよう。病人をあまり興奮させるものでもないしな。これ、すごい、フラッシュバックって言えばいいのかな。すごい思い出してきた。主人公が呪いが効かない理由とかが、ここら辺でようやく、すっきりするんですよね。これかです。うん。今、ブワーって一気に思い出したわ。お前たち、ひょっとして人間なのか？はい。いや、そんなことはもう、どうでもいいことだったな。滅びゆく我らにとっては。お主どうしたのじゃ？一体この里に何が起こったというのじゃ？あなたはグルーノロウ？そうか。戻ってきたのですね。しかし、こんな時に帰ってくるとは、あなたも運がない。竜人族の最後を見届けることになるのだから。竜人族の最後じゃと？これはただごとではなさそうじゃ。よし、お前さんよ、まずは他の長老たちに会って詳しい話を聞くことにしようぞ。こんな若そうな人でももう完全に希望を見失ってますね。完全に闇に飲まれてるな。何があったんだ？長老に話を聞けっていう感じだけど、ここは道具屋ですね。ちょっと探索しながらって感じで申し訳ないけど、話の核心が早く見たい方は我慢を。今はね、小さなメダル集めるのに躍起になってますから自分。ありがてえ。大量にここにあると思うんでね、一つも逃せないんで。道中だいぶね、実況中取り逃してるんでね、どこ探索したかも覚えてないんで。道具屋さんってなんかいいもん売ってんのかな？ああ、そういうことなのね。はいはい。そりゃ仕方ないね。よく人間って見分けられるよな。何か違いがあるのかな？服装？見た目？目の色？髪型？では、グルーノロウ、お久しぶりです。いつの間にお帰りになられたので？挨拶はいい。それよりも里の子のあれようはどういうことなのじゃ？いや、詳しい話は他の長老たちから聞くことにしよう。中に入らせてもらうぞ。あなたを通すのは構いませんが、お連れの方々、人間たちを会議場へ入れるわけにはいきませんよ。お前は竜人族の者たちはこんな時にまだそんなことを言っておるのか。責任はわしが取る。さっさとそこをどくがよい。そこまで言うなら仕方ありませんね。わかりました。どうぞお通りください。まあ、この雰囲気を見ても明らかにこの竜人族っていう方々は人間っていうものを意味嫌ってますよね。何事だ？今は長老会議の最中じゃぞ。おう、そなたブルーノではないか。確かに我ら長老会議の一員、グルーノローのようじゃな。よく帰ってきたの。いや、そんなことよりこの里の荒れようはどういうことか誰か説明してくれぬか。そうか、あの儀式が行われたのは
お主が里を出て行った後じゃったな。よかろう。ではあれからこの龍神族の里に何が起こったのか教えてやろう。お主が旅立った後すぐに我らが王である龍神王様は一つの決定を下されたのじゃ。それは我ら龍神族が持つ二つの姿のうち人間の姿を封じる儀式を行うというものじゃった。なんと、そりゃまことか。そのような儀式が存在するとは。龍神王様はまず自らの身で封印の儀式を試すべく天の祭壇へと向かわれたのじゃ。そして儀式は完成し、龍神王様は完全なる龍となったかに思えた。だがその儀式は失敗じゃった。お主も知っての通り、わしらが龍のままでいるのは激しく消耗する。封印の儀式とはその消耗する体力を周囲の者、とりわけ同じ龍神族から吸収していくというものだったのじゃ。こうしてわしらは龍神王様に体力を吸収され続け、龍神族の里は見る間に荒れ果てたというわけだ。儀式の失敗に気づいた我々は龍神王様のもとへ行き、封印を解いてくださるようお願いした。しかし龍の姿のままでいることは龍神王様のお心にまで悪影響を及ぼしておったのじゃ。わしらが天の祭壇で見たものはすでに正気を失われ凶暴な魔獣と化した龍神王様じゃった。龍神王様に攻撃されてわしらはなすすべもなく逃げるしかなかった。これがこの龍神族の里に起こった災いのすべてじゃ。どうじゃ、納得がいったかね。わしの留守の間によもやそんなことが起こっていようとは。ところでグルーのよ、先ほどから気になっていたのだが、お主の同行者を紹介してくれぬか。どうやら人間のようだが、いや別に人間を里に入れたことを咎めようというわけではないのだ。おお、この者たちは暗黒神ラプソーンと戦う最強の戦士たちじゃ。もしやその若者はあの時の。いや、それよりも暗黒神ラプソーンと戦っておるじゃと。それほどのものならばわしらが話し合っていた役目にはぴったりなのでは。じゃがこのような危険な役目を関わりなき者に任せるわけには。ん？お前さんよ、とにかく長老たちに挨拶してきてはどうじゃな。話せってことですよね。一通り両方の姿を持っているのが自然。すごい能力だよね。なんか長老さんは主人公のことを知ってる雰囲気ですね。それは龍神王様と戦い倒すこと、さすれば正気を取り戻す。最強の龍なのか。でも龍神王様と戦う勇者を一族の中から選ぶ相談をしておった。なるほどね。かつての戦いに加わりはしなかったが、ラプソンの恐ろしさはわしらも知っておる。七賢者との話を知ってるってことか。知っ
ておればこそ人の身でその暗黒神と戦いうる者がいるとはとても信じられぬ。ほう。ということは竜神王様に勝ちうる最強の戦士が必要なのだな。ならば彼らこそが適任じゃろう。何しろ神長レティスに認められた勇者たちなのだからな。グルーノさんは初めてここで会うけど、なんかやたらと知ってますよね、主人公たちのこと。あんた、あの神長レティス？なあ、ラプソーンを倒すという使命を背負ったお前さんたちに頼むのは気が引けるが、だがここは一つわしの顔を立てると思って竜神王様と戦ってはもらえんじゃろうか。顔を立てるも何も初めましてですよね。初めましてですよね。はい、おお、やってくれるのか。ならば今日のところはまず英気を養ってもらおう。さあわしの家に行こう。人間界からの客人の口にも合う美味しいチーズ料理を振る舞おうぞ。竜の神の一族が好物がチーズっていうのがまた可愛らしい。はーい、では今回はここまでかな。まだ探索してないお家があったかなと思ったんだけれど、これかな？お家じゃないか、これは。あー、そこもそうだね。ここは入ってないよね。ないね。まあ、いっか、探索は。じゃあ、とりあえずここで終わっちゃいましょうか。はい。では、探索は裏でやっておきます。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。